人図鑑マグネットコレクションガム開けます。今のところダブりが出てないので、ダブらなければいいかー。あれ、魔除け白番。あ、でも単体で、あれ出た気がしますね。どうだったかな。ちょっと記憶力が、魔除け白羽だったっけ。冷蔵庫に貼ってあるから見に行けない、わからない。ちょっと過去動画で、だこれもダブリですね。小人図鑑、これはうん、これはダブリ、これはわからないな。そう、ダブリだった気もします。ちょっと冷蔵庫に貼り付けてるんですけど、これをバラバラにして一つずつペタペタって貼ってると、ちょっとなんていうんだ、磁石の力がちょっと弱いので、なんか、あ、新しい裸海天狗。気持ち悪いな。あ、そう、それでこういうのを一つずつ貼ってると磁力が弱くて落ちそうになります。今回はこれは確実に今まで出てなかったけど、これはどうだったかな。わかりません。これは確実にダブりました。ももじりちゃんが一向に出てきません。ももじりちゃんと、そのこのマグネットシールが売ってたスーパーにあと2袋ぐらいしか残ってなくて、2袋だったかな、3袋。とりあえず今度行ったら残りを買うかな。そして揃わなかったらまあ仕方ないか。はい、裸海天狗でした。ちょっとこれ気持ち悪い。あ、体が埋もれてるのか。はい、おしまい。